はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の関数の極値 ① をお送りします。で、ここからタイトル変わって極値をやっていくんですが、このシリーズ結構長く続きます。一応今5個用意してあって、まだ増えるかもしれないんですけど、まあ、最低5個は続くと思ってください。で、しばらく極値求める、そしてグラフを書くっていうのを2個セットでやっていきます。ちょっと2個しか入らないんでね、ここね。なんでまずそのスタート1個ね、1番2番今回ありますので、できそうな子はねぜひ動画を止めてやってみてください。でちょっと確認してもらって、分かんないのがあれば今からね両方解いていきますので聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあいきましょう。でまたちょっと喉痛めててまた咳き込むかもしれないんですけど、ちょっとねお許しください。で、極値求めようってなったら、これ前回の動画と似てるんですけど、増減表、表を書きたいんです。前回やったね。で、そのためには、まずこれ微分する必要があるので、微分をします。しますじゃない。微分をします。噛み方がひどい。で、こうなる。で、同じように y' 微分したもの、イコール0を解く必要があるので解きます。で、イコール0がついてると思ってください。左辺、全部3で割れるので、x2 乗マイナス 2x マイナス3イコール0となりますでこれ因数分解すると x マイナス3とプラス1か、ちょっと赤が薄くなっちゃったね、まだあるな。でこれ解くと x イコール3とマイナス1とね出てきました。でこれが分かったから、よいしょ、表書くよ。で表の時は x、ちょっとね、右にグラフが書かなきゃいけないんで、ちょっと狭くいきたいんだけど、y' と y で、こんな感じで、あ、大丈夫だね。で、今回は x が3とマイナス1、で、マイナス1が左側に来るね、ちっちゃい方書かなきゃいけないから、先にマイナス1、点点点、3の点点点でございます。で、y' イコール0を解いたものなので、ここの下は絶対 y' は0です。もともとこれを解いてるから。で、これは個人的な好みですけど、もう書いてしまったら先に出したい、ここ。俺はね。だから、x が3なので、y 出したいから、ここの x に3入れると。めんどくさいね。27か。で、入れると、マイナス27。あ、ここもマイナス27。ここ消えるから、マイナス27プラス11だから、マイナス16か。こうだね。で、マイナス1入れると、マイナス1、マイナス3、プラス9、11、20だから、16か。まあ、こうなりますね。で、あとはここです。まあ、プラスかマイナスかを調べたいんですけど、で、今 y' なんでこれね。で、3より右側だから、まあ、4とか5とかをここに入れてもらって確かめても OK なんですけど、自分はちょっとよくやる方法があって、これめちゃくちゃでかい数字を入れるっていう。例えば100とか。で、なんでかっていうと、100入れるじゃないですか。で、ここね、100入れるんですけど、x2 乗って100入れたら1万でしょ。1万に3回入れたら3万なんだよ。これさ、こっちがどんなにマイナスで出てきても勝てないじゃん、3万に。だから絶対プラスなの。っていうんで暗算で結構調べられます。これよく使うんだけど、俺が。だからこうプラスね。で、もちろんここもです。これ、こっちがマイナスいけるから、じゃあマイナス100いってみようぜ。で、マイナス100も2乗したら1万なんだよ。だから3万出てくるから、もう勝てないんだよね。こっちで打ち消すことができない、プラスを。だから、あ、もうプラスやん、みたいな。で、やると、ちょっと時間短縮できます。使えるときは使ってみるといいです。特に2乗から始まってるとすぐできる。で、間はここ0が入ってるので、マイナス1と3の間ね。0がいるから0入れてみたら0、0。マイナス9だけ残るから、ここマイナスです。で、もうプラスプラスってきてると、まあ、基本的にプラスマイナスプラスって交互になることが多いけど、でも調べます。そうじゃないこともあるから。一応ね。で、プラス増える。減る、増えるとこうなってます。であとはグラフを書きます。で書くんですが、マイナス1と3で16マイナス16だから、下のグラフのことも考慮したいのでこの辺で止めたいね。これ右側はあ、また右下がってるけど許して。 x と y で0か入ってる OKOK で、マイナス1の時16です。ちょっと極端に書かなきゃいけないんですけど、そこにしとこうか。マイナス1の時16ね。で3の時マイナス16だから3の時にこの辺しとこうか。3の時マイナス16で、一応最初のこの式のここ定数項ね、これ y 切片になるのでここ11を通ります。ちょっと後で書けばいいかそれは。であとはこういう感じね、こういう感じのグラフを書けばいいので、ちょっと待ってね。ドキドキする。よいしょ。まあこんな感じになります。で、あと11か。ここだね。よいしょ。これでグラフが完成です。おそらくこの x 切片、ここを出せはあんま言われないと思うんですけど、もし学校の先生に指示があればそれを合わせてください。で、最後極値です。で、極値っていうのは、前まで最大値、最小値ってやってきたことあるでしょ。でこの後また出てくるんですけど、で、それとちょっと混ざるんですが、極値っていうのは、極大値、極小値のことを言います。で、それを両方出します。で、単純に答えから言ってしまうと、極大値はここです、今回。ここ。で、極小値はここになります。なので、答え方としては、最大値の時と同じなんですけど、x イコールマイナス1だね。の時、ちょっとね、画数多いんで待って、極小じゃない間違えした。極大値が16か。16。で、もう一個。x イコール3の時、極小値がマイナス16と。これで OK になります。これ下の答えギリ入るかなちょっとこう書いておこうか。こうね。で、どういうことかっていうと、最大値最小値っていうのは、例えばグラフを書きましたと。それの一番低いところ、一番高いところ、これが最大最小だったでしょ。でも、そうじゃなくて、極値、極大値、極小値っていうのは、こういう感じで、上ってたものが下りますって。こう変わったでしょ。この瞬間の場合は極大になります。逆もそうです。下がってたものが上ってきました。この部分が極小になるんです。いいかなっていうふうに分けて覚えてください。だってこれグラフ書いていったら、これ上っていくからこっちの方が高いんだもん。ここ一番高くないからね。でも、そうやってカーブが変わってる、カーブとかね、上ってたものが下がりましたと。なって、それでも極大になります。そこで最大値、最小値、極大値、極小値と分けてください。いいかな。では、次ね、行きましょう。で、またね、やること同じです。微分をします。で、y' イコール、3x2 乗プラス3か。で、y' イコール0。解くと、まあ、イコール0なんで、マイナス3で全部処理しちゃおうか。そうすると、x2 乗マイナス1イコール0。まあ、右辺に持ってってもいいけどね。まあ、いっか。一応因数分解しよっか。で、こうなるので、下が一応入るか。ここ行こうか。x イコールプラスマイナス1と入ってるね。 OKOK、OK、こうなります。で、表を書いていくと、ちょっと待ってね、詰めるか。 x y' の y です。で、マイナス1が先だね。点点点マイナス1点点点1の点点点ですね。で、その下が0になります。で、先に俺出したいので、1を入れようか。1入れると、マイナス3。で、プラス3だから0か。0。で、マイナス1入れると、プラス1、マイナス3だからマイナス2になる。こうなるね。あれ、間違ったか。1入れちゃうちゃうね。1入れたら、間違ってる。マイナス1だプラス3だから2だ。ごめん。すげえ、普通に間違った。で、こうなります。で、ここもね、さっきと同じようにこれ簡単なんで2とかでもいいか。ここ2入れると22が4だからマイナス12、マイナスの方が強いね。になります。で、ここもマイナス2を入れると同じかなるからマイナスになると。で、ここ0が間に入ってるから0入れるとプラス3残るからプラスだね。つまり下がって上って下がりますってことがわかります。で、最後に、これどうしようかな。ここにグラフ。ちょっとちっちゃめで書いて、ここに答え書く感じでいこうか。ほんとね、ほんとはこれも3問とかね一気にやりたいんですけど、グラフちょっとホワイトボードの大きさの関係でねそれができなくて申し訳ない。ちょっとこの動画が増えてしまうんですけど。で0ですね。で、いきましょう。マイナス1の時マイナス2なんで、ちょっと大きめここがここですね。マイナス1の時マイナス2で、逆が1の時2なので1の時に2で、今回 y 切片ないんで原点通ります。でこ下からこう来て上ってまた落ちるみたいな感じ。さっきと逆やね。あこれはだいぶ急になったな俺。こうなって原点通ってこうなって落ちる感じ。ちょっとこのカーブ急だったけどごめんね。もうちょっとなってほしかったけど、まあイメージこんな感じになります。いいかな。であとはさっきのね極大極小書かなきゃいけないので、まず極大ここね高いところで曲がって下がったところだからここになります。つまり x イコール1の時、右はちょっと怪しいね、極第1が1の時が2か2で、もう1個 x イコールマイナス1の時極小値がマイナス2と、よいしょギリ入ったこんな感じでぜひねやってみてください。いいかな。ごめんやっぱねちょっとねこだわりでちょっとここだけ直していい。もうちょっとカーブさせたかったなこれ。よいしょ。まあといって大して変わんないんでしょうけど、もうちょっと外だよね、まあ、こんな感じかなイメージとしたらね。ですでまあねちょっと確認していくと、まず微分します。でイコール0を解いてそのね x の場所を求めると。でそれを使って表を書く。で表を書いたらあとはグラフに表す。基本的には、最初がねこうプラスなんでこういうパターンが逆のこういうパターンです。でもちろんこの先動画撮っていく中でそうじゃないのも出てきます。出てくるんですが、まずね一番スタートとしてこんな感じでね極大値極小値をぜひ求めてください。では今回は高校数学数2の関数の極値 ① をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で次回は同じような感じでグラフの問題2問またねやっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。